皆さんこんばんは、 MK です。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやらこの世界では自分だけのエナジードリンク工場を作ることができるみたいです。ということで今回は MK さんだけのエナジードリンク工場を作って大儲けしていければと思います。エナジードリンク大好きですという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 MK さんなんてもう血の半分エナジードリンクみたいなもんですからね。よし、じゃあまずは、はい、作業を開始。0ドルで、今度はドロッパ、あ、なるほどなるほど、エナジードリンクもうすでに生産され始めていますね。よし、じゃあ量の方を増やしていきましょう。で、一番最初から1メガドル、持っておりますので、これはしっかり使っていきたいと思います。え、初っ端からさ、こんなにいっぱいエナジードリンク作れたらもうこれで儲けられちゃうよ。はい、そしてここを通すとなんかお金というか金額が上がったりするんでしょうか。よーし、じゃあこの調子でガンガン作っていきましょう。今度は、あ、設備系かな。柱を作って、壁を作って、道入り口、あ、設備ってよりは建物か。よーし、じゃあこちらの方もガンガン作っていきましょう。植物、天井、道、で、デコレーション。まあ、このデコレーションとかは最後でもいいような気がしますけど、最初のうちからたくさんお金がありますので、作れるものはガンガン作る感じでいきたいと思います。で、さらにデコレーションして、今度は中か。これはちなみに何？地下、ロック積みって書いてあるな。今のところ地下を作ることはできないみたいですね。最終的には作れるようになったりするんでしょうか。まずは地上の建物を完成させろということでしょう。はい、壁、窓、自販機、おー、こういう感じで売られるんですね。わかりました。で、パスライト、オーナードア、窓、ストレージ棚、おー、いいですね。工場っぽくなってきました。で、ここにも棚を作って、こっち側は、はい、壁、ゲートで、ストレージ棚、木箱、おお、ぽいね。この木箱にドリンクを入れて輸送する感じになるんだと思います。で、屋外エリア、ドア、屋外にはどんなものを作るんでしょうか。はい、デコレーションして、噴水、あ、庭か。まあ、別にエナジードリンク工場の鬼はこんなになんかいいもの作らなくてもって感じもするけど、まあせっかくだからね、作れるものは作っておきましょう。で、フードスタンド、ここは港、え、流通のところまで作んないといけないのかな。だとしたら結構時間かかるんじゃないか。で、ベンチ、ゴミ箱、木、あ、ここでもう販売までしちゃうの。あ、ドリンクスタンド、おお、人来ればいいけど、どうだろうな。はい、おもちゃのスタンド。あ、なるほど。ドリン、エナジードリンクグッズも売り出すと。なかなかいろんな種類があって面白い。あ、お客さん来てる。なるほどね。ここは工場でもあり、裏庭で、まあ、直売もしてると。なるほど、なるほど。で、おぉ、エナジードリンクくんの像、どうですか皆さん、これ。なんか、なんか、可愛いか可愛くないかは人それぞれって感じだと思いますけど、MK さんはあまり可愛くないと思うな。もうちょっといい感じのデザインになんなかったか。あ、そしてそこ木作れたのに、ちょっと MK さん、先にこっち出てしまいました。はい、木を作って、今度はチューブ。なんだこのチューブって。これ地下からなんか水を汲み上げてるとか、そういう話だとしたら、ここのエナジードリンク工場、水ももらう必要はなさそうですね。で、2階、おぉ、だんだんぽくなってきましたよ。で、こっち側、植物、窓、この真ん中はなんか地下室につながるでかい扉みたいになるのかな。ドア、写真、ほうで、中に入って、この中も窓、木箱で、壁、あー、やっぱ地下室につながるための部屋を今作ってるみたいですね。で、木箱、これは、あ、黄色いのはね、有料になっちゃうので今できないんですけども、フォークリフト、ほう、ちょっとリスポーンしてみましょうか。うわー、出た、これに乗れんの、フォークリフト。お、乗れた、おおおー、ですけど別にフォークリフトが乗れるようになったからといって何もできないな。別にいいや。道路のど真ん中にほったらかしておくのは問題だと思いますけど、まあいいでしょう。ということで、そろそろ地下室のロックが解けてないね。コントロール、写真、これでまだまだか。地下室のロックは溶けてないね。まだ地上で作るべきところがあったりするんでしょうか。お金を少し下ろしまして、あとはある、あ、このファインドってやつにすればいいのか。あ、上か。
なるほど、2階を確かに全然作っておりませんね。よし、じゃあ2階の方を作っていきましょう。パスライトで、おお、いいね。工場もやっぱ2階建てだとでかく感じていいですね。なんだこれよくわかんない。うわ、後ろにダイヤモンドの翼がついてるあのエナジードリンクくんがいますけども、この子もまあキャラクターなんでしょうか。そしたら、お、上にもドロッパーたくさん作れますね。じゃあこれでさらにエナジードリンクの方を製造していきましょう。ラックからの壁の飾り、植物、いや、ラックとか今どうでもいいのよ。ドロッパーをつけたいんだけど、サインもどうでもよくて、植物、あれ、ドロッパーはこんなもんか。ここで剣とバネもつけて、こっち側ドロッパーまだ作れますか。あ、ここいけそうだね。はい、ドロッパーからの冷凍庫、あ、冷凍庫で冷やしてさらにこう、まあ、高く売るとかそういう話なんでしょうね。で、ドロッパーをもっと作って、こんなもんか。で、はい、こちらに、お、なんだこれ、うわエナジードリンクくんに変身したどうみんなこれ、エナジードリンクくんとりあえずじゃあこれでちょっとやっていきましょうか。あと、ちょっとあの有料のやつは買わないとして、屋根を作って、はい、テレポート機、スカイライト、テレポート機ってなんだこれで、お、地下エリアをアンロックしましたって書いてある。あ、これで多分さ、地上にある全部の作れるものは作ったんだ。あとは地下に行って地下のものも作っていこうと、そういう話ですね。わかりました。じゃあちょっとドロッパーを飛び越えて地下の方潜入したいと思います。ちょっと下ろせる分のお金は今のうちに下ろしておこうか。はい、あ、あれ、まだ今地上で作れるのあったっぽくね。あ、ある、サイン、あれ、あといいのかな。ファインドにしても、うん、地下しか出てこないよね。よし、じゃあ地下の方向かっていきましょう。ここですよね。はい、地下のエリアを開放して、おー、来ました。道？あ、なんだここ。あ、でっかい倉庫みたいなイメージなのかな？どうなんだろう。パッケージステーション。はい、コンベア、ドロッパー、ドロッパーアップグレーダー、おー、いいですね。で、ここでさらにパッケージ、うわいっぱい段ボールが出てきた。この通気口に入れるんじゃないかと普段のロブロックスのイメージだと思ってしまうんですが、まあ今回はそんなことはないと。で、壁、サイン、フロア、植物、ミーティングテーブル、デスク、デスク、まあここは会議室みたいな感じなのかな。水族館水族館って感じじゃないけどね。で、ビルボート、おー、なるほど、あ、いいね、いいね、いいね。ここで、あの、いい感じに会議とかできるんじゃないでしょうか。今後のね、エナジードリンクどういう味作りますかとかもできたらいいですね。したら、こっち側に行きまして、テーブル、ビンボード、研究所、うお、研究所エリアができた。待てよ、その前にこっち側行くべき？ここか。はい、植物。で、下ろして、こっち？はい、研究所エリア攻略していきましょう。研究所の机、科学者、お、科学者雇えた。これでエナジードリンクの成分とかも作ってくれるんでしょうね。で、実験台、ストック、壁、バレル、うわー、こん中全部エナジードリンク入ってんの？だとしたら結構な量だぞ。で、椅子、科学者、お、ここでもじゃあちょっとみんなで研究してくださいね。消火器も大事ですからね。これ地下で火事起こったら大変なことになりますから。で、ここも消火器、ラック、はい、電力回路、ラック、お、いいね。あ、ぽくなってきたというか、なんかエナジードリンクを作るのにこういうの必要？まあ必要なのかな一応まあ飲み物を作るのも科学ですからね。ストレージ棚を大量に作っていきまして、ほい、どう？あ、これか。あとはポスター、はい、ポスター貼って、こっち側のところ、植物、これで終わりか。あ、上の方に行った。ストアエリアをアンロックしました。ということは、地下多分全部終わったんですよね。あ、ここでもお金稼いでくれてるんだ。あ、ありがたいね。研究費、まあ払わないといけないのかと思ったら、プラスになっているみたいです。よーし、じゃあここ終わったので、テレポートで、まあまず工場に飛びますと。で、ここ2階だっけあと、待て、ちょ、そっちに行けって書いてあるけど、そっちがストアなのかな。いや、いろんな建物作んないといけないな。ここでさらにお金を下ろして、はい、外に出ました。ストアがそっち。あー、なるほど、なるほど。ストアを解禁。あー、
売るところも作んないといけないんだ。じゃあフォークリフトに乗ってそっち側進んでいきましょうか。今のところ工場を作って研究施設を作ったんですよね。でさっきのテレポートのところで見た感じっていうか港もあったよな。あと多分港とストアがあるんですよ。あと2箇所か。まだまだお金が必要になると思いますが、このお金で足りるかな、ちょっと微妙だと思うので一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。次回ちょっとこのストアの方をねがっつり作って、その後港も作ってエナジードリンクの販売までやっていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。